皆さんこんばんこばは本日の「七の思うことあり」まあ、今こそまた地方公務員の外国籍任用について考えてみましょうということでお送りしたいと思います以前小野寺勝さんと公務員はあの外国人はなれるんだろうかということで、まあ、通常の番組でも取り上げさせていただきましたで先日私ツイッターを見ていますとあの実は朝日新聞の令,令和元年 7月20日付の、まああのものでですね国籍差別を裁判で問い続けた保健婦のチャンヒャンギュンさんがお亡くなりましたお亡亡くくななりなりりりままましししたたたいいう記事が出ていましたあの私は逆にすごく感慨深くて、まあ、お亡くなりになったことについてはあのまあ なんていうか合唱していきたいと思ってるんですけどもまさにこの彼女がいわゆる地方公務員の国籍条項を日本国籍条項を撤廃していった流れを作った人でありますので少しくああののも含めてお話をしたいいと思いますあの前にお話しした時に公務員は外国人はなれるのか国家公務員はなれませんというふうに言いました。 これはあの当然の法理という一般的なルールもあるんですけれども国家公務員についてはあの基本ですね人事院規則の中にもう規定が入っていまして法律の中には入ってないんですけれどもあの外あのいわゆる外国人の人はなれないと。 日本人の国籍、日本人っいうか、日本国籍がないとなれないということになっています。ただ、一部例えばあのいわゆる語学の教師の先生であるとか、あるいは研究者の方というあの、そういう場合はあり得るんですけど、その場合は特別の立法で対応しているのが実態です。で、地方公務員はどうなのかと言いますと、地方公務員これね。ね あのしょうがないんですけど、国家公務員法も地方公務員法も法律の中には、あの国籍を必要とするかどうかは一切書かれていないんですね。ただ、国家公務員については、人事院規則で一律にあの日本、あの,日本,国あの日本国民にならないとダメですよ。となっていました。で、地方公務員はまあそれぞれの自治体に任されていまして、で、あのまあ自治省というか、あの今の総務省の方からも、あの基本は当然の法理、要は。 その国の公務員というのは国籍は必要なんですよというルールに沿ってくださいという指導,指導はずっと行っていましたただ基本はあの任されたような状態になっていましてで、まあ、とりあえずずっとそういう感じで進んでいたんですけれども実は昭和54年から63年にかけて大阪府内のいわゆる政令市を除く市町村で 一般事務職の採用試験の受験資格から国籍条項を撤廃しているというあのそういう状況が続いておりましてこの時にあのそのちょっと前ですけれどもあの大阪府の総務部長宛てに自治長の方からあの基本あの地方公務員についてはあの国籍必要なんですよというあの行政事例回答が 出されていますこれ多分それを踏まえてのですねそういうことで、まあ、もう一回何回か繰り返し出してるんですが流れとしては大阪から始まりそして先ほど出たあのお亡くなりになったあの方のことなんですけれども平成6年に東京都管理職選考事件というのがあの管理職事件というのが起きましたこれは何かと言いますとこのお亡くなりになったチャンさん 彼女はあの基本はいわゆるなんていうかあの朝鮮,朝鮮あの国籍を持っているんですけれどもあの東京あ在日か韓国人ということになってるんですけれども東京都の 1> 第1号の保健婦として採用されそして仕事がまあしっかりやってる方だったので,で大体自治体の場合はあの係長とか課長になる場合に試験があるんですけれども上司の勧めもあって管理職試験を受けようとしたところ当然の法理ということで「あなたには資格がありません」と拒絶をされて2回拒絶されたので訴えを起こ,さ起こしましたで。最初の東京地裁は あの原告敗訴ということで負けたんですけれども平成9年の東京高裁は東でその後とにですね最高裁があのまで行くんですが結局その間に10年間あの時間が経っていまして最高裁判決は平成17年の1月26日の大法廷判決で出ておりましてこれはあの高裁を取り消して原告を あの逆転とということで日本国民である職員に限って管理職に承認できるとする措置を取ることは合理的理由に基づく区別であり、まあ、労働基準法3条憲法14条に書いてあるいわゆる平等原則には違反しないというそういうふうなあの判決をしております。ただこの10年はとても長かった とも言えます最高裁はあの国籍を求めることは問題ないというふうにしたんですけれども結局その後何が起こったのかと言いますとあのその間の平成8年に川崎市が日本国籍条項っていうのを撤廃しましまたでその後に長野県高知県とそれぞれの,あの各自治体が続きそしてあの政令市でもどんどん広がっていきまして今や管理職でも あの地方公務員の、あのなんていうか、中にあの外国籍の人もオッケーだよっていう一般。一般職でも大丈夫だよっていうふな。のがまあ広がりつつあります。で、私はその当時、自治省の公務員部というところにいましたので。非常に、やっぱり異様な感じがしておりまして。なんかもう、あたかも国籍を求めていること自体が差別だ、ヘイトだの、今のような状況を。あの、なんかこう、自治省自体が叩かれていてですね。で、当時の公務員部長を、なんかもう、なんか球団。 というマスコミの、なんかもうどっと押し寄せるっていうことで。公務員部長も他の仕事もあるので。あの、どうやって、その、なんていうか、こう、スムーズに仕事を進めるのか、あの。まあ、移動させるようにするのかっていうので。大変省内ピリピリしていたことがありました。で、当時はそういう、なんかもう、ある意味で発狂的な感じがあったと思いますし。で。あの、逆に、まだまだ、なんていうか、国籍について、なんていうか、ゆい、なんか、感覚だったのかなと思うんですが。 今回そのまあ当事者であるまあチョンさんがお亡くなりになったということも踏まえて私は思ったんですけれども今一度その地方公務員に対してですね外国人の方がなってもいいのかどうかこのいろんな,なんかあの環境まあ韓国との関係や北朝鮮との問題あるいは中国の静かなる侵略等を考えるともう少しその日本の中でその地方公務員にこういうのを許してていいのかっていうのを 考えていくことが必要なのかなと思っております以上七の思うことありでした